아, 가지마다 가다 세네. 와, 가지마. はい、どうも、かずきでーす。はい、ビーフライン。見えちゃったけどね。今日はね、どこ行こうかなーって考えてて、まあ、梅雨の晴れ間なんですね。はい、じゃあ今日はね、そんなところで、今118号ちょっと走って、ガソリン入れて、118号の北朝宮市からビーフラインというところ、入ってます。茨城のツーリングスポットでやるとビーフラインは出てきたような気がしますね。ただね、城里町っていうとこ入るとちょっと結構道が悪いんだよね。ビーフラインって名前がついてんだけど、高台はいいんですけど、もうちょっと行ったところ、そこを抜けて笠間に抜けられるんですけど、笠間に抜けてその後はフルーツラインっていうとこ、よく俺が土浦向かうときに走ってるとこ、あそこの、いつもトイレ休憩するとこ、あそこまで行って帰ってきたいと思います。ここビーフラインですね。途中ちょっとビーフラインからそれるんですよ、俺。俺の通り方で言うとね。ビーフラインがまっすぐ、まあ、近くまで行ったら説明します。まあ、結構走りに来てる人多いから、皆様も、来たらどうですか。山桜っていうなんか直売所みたいなのがあるんですけど、道の駅じゃないですけど、山桜っていうとこ、そういうとこ、そこのそばを食いに行く人はみんな多いですね。まだ食ったことないんで、ソフトクリームしか、そばはあんま外で食わないんでね、うん、うどんは食うんですけどね。工業団地来たらこのトンネルのところを右に回っていきます。あ、北朝鮮市から走ってから、逆から来てもいいんだけど、はい、このトンネルを抜けると大慶大橋っていう橋が出てきます。まあ、下の川は中川なんですね。那須の方から流れてきます。なんか最近声が小さいんだよな、録音してんの。やっぱ道が悪いんだね。フルフェイスしなきゃダメなのかな、そのうち音が抜けてっちゃうんだよね。はい、中川です。まあ動画で何回かここも通ってるでしょ、多分ね。もうね、動画上げすぎててどこ走ってんのか分かってないからね。同じこと言ってたらすいませんね。はい、城里町ありましたね。元は桂村というところです。本来ならここをまっすぐなんだよな。もうちょっと123号、国道123号線とぶつかるんですけど、うん、123号線でぶつかる。まっすぐビールフラインだったと思ったんだろうな、確か。違うのかな、分かんないんだよね。ここら辺だけは分かんない。これはいつもここまっすぐに、どうせどっち見て同じ道に出るんで、まっすぐに行きたいんで、できればここだけ一回左に曲がります。ここだけ一回左に曲がって、でここ県道112号線を曲がっていきます。そうするといつまにか B フラインになってんだよな。ここも B フラインのくくりになるのかな。する人は分かんないけど、ここを右折、右に右折です。そしたらひたすらまっすぐだ。ほんとまっすぐだよな。まっすぐだな。だからここは道が悪いというバイク乗りにはちょっときつい。わかんないけど、ハーレーはちょっとガタガタ言いますね。おーい、これ夜は絶対通りたくないところですね。夜は絶対通りたくありません。
で、これ全然なんかこうね、普通に見えるから俺は、普段山の中に住んでるから、まあ熊だからね。そりゃそうだよね。でもね、若干寒い。若干寒い。あ、もう少しだけ山桜。あ、来たね、山桜。山桜やっていきます。みんなよく来てるんで、誰か来てっかな。いねえな、今日は。休みだったわけでね。椅子もあんじゃん。なんか初めてやったぞバイクで。背中にプツ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 なって。いや椅子があるし全然最高だね。ではちょっと休憩します。栗の木の匂いか、これすげえカブトムシがいそうな匂いですすいませんね、田舎の少年だったんで山の中に入って撮ってましたよ、子供の頃は。よくいたの。コクワガタだ。あ、フルスライン入りましたコクワガタがよく栗の木に俺は見つけたような気がする。クヌギはいいらしいですよね。クヌギはどれだか分かんないねああ、これが皆さんフルーツライン。あ、パラグライダー飛んでる。まあ何回
回も通ってるけど、改めてこうここいいですよみたいな紹介をして、走ったことはないんでね、多分あったらすいません。こんな感じの道はずっと続くんですよ。そんな信号は少ないかな。あそこのユリの里っていう看板のお姉ちゃん、ああ綺麗な人がいたみたいな感じで見ながら行くんですよ。ただの変態だよ。ああ一緒に入れてえなって、僕ら一緒に入れてえな。ほら皆さん見える、広角すぎてこんなに見えないか。だからこの女の人綺麗だなーって見ながらいつも、あ、そうでもないな。そうでもない、失礼。さあ、茨城県の宇田川パークの鳥なんですけどね、簡単に言うと、まあ、それが一番分かりやすいっちゃ分かりやすい。土浦北インターからね、山通り越して土浦インター降りてフルーツライン通ってくればここに出ます。まっすぐな道、これ SS 乗りの人はバカ峰に飛ばしそうだね。俺はこの50キロぐらいのスピードでまったりと走るのが好きだ。50、いやまあ制限速度だからね。栗の木の匂いなのかな、まあ、この辺栗有名だから栗の木は結構ありますよね。秋の栗ご飯うまいよね。ゆいの里フラワーパーク、フラワーパークより先だな。トマトこっちから見たらもでかく見えねえんだよな。筑波側から見ると結構でかく見えんだけど、こっちから見るとなんかそんな高い山には見えない。あと1号園まで4キロなんで、その手前なんで間もなく着きますね。 3.5 キロあるってどうですか。バフラーパーク見えてきた。はい、じゃあ違うルートで帰ろうかな。まあ見つけて帰ります。今日はこのトイレというか休憩所に来て終わりです。お茶じゃねえ、別じゃん、わかんねえな。ここはフラワーパーク、茨城県フラワーパーク、ジオパーク。フラワーパーク客いいね。あ、そこそこいいんだね。出てなかった。ありがとうございました。それではワニワニー。